ホーリースクエアホーリースクエアはニューヨーク市マンハッタン区シビックセンターにある広場である。ワースストリート、センターストリート、そしてラファイエットストリートに囲まれたエリアで、南にニューヨーク市庁舎、北にキャナルストリート及びチャイナタウン、そして西にトライベッカがある。このスクエアの周りは主に行政関連のオフィスビルで囲まれており、これらの施設も ホーリースクエアの一部として解釈されることもある。このスクエアの名前は、著名なタマニーホールの地区リーダーで、地元のバーのオーナーであったトーマス F ビッグトム、ホーリーから付けられている。ホーリースクエアはかつてコレクト池があった場所に一致している。この池はもともとマンハッタンの水源の一つであったが、次第に汚染がひどくなりチフスお及びこれらの発生源になり得たため、 1811年に排水され、埋め立てられた。この池の周囲は、多くのギャングの拠点であった悪名高いファイブポインズ、ネイバーフットであった。このスクエア周辺は、多くの行政関連オフィスビルが集まっている。それには、以下のビルが含まれる、このスクエアの他の特徴は、周囲の歩道に埋め込まれた5つのブロンズ製の歴史的なメダルがある。これは、 このスクエアと周辺の歴史に関する記述と図が刻まれており、このスクエアの建設中に発掘された18世紀のアフリカ系アメリカ人墓地に関するものも含まれる。この墓地遺跡はアフリカ人墓地ナショナルモニュメントとして保存されている。2005年、トム・ペイン公園がこのスクエア内に造園された。ホーリースクエアはアメリカ同時多発テロ事件が起こった日には、 トリアージセンターとして使用された。ホーリースクエアグリーンマーケットは、ワースストリートとパールストリートの間のセンターストリート上で一年中行われている。この成果市場では、焼いた食品や地元農園で栽培された果物や野菜が販売されている。このスクエアのすぐ北はチャイナタウンであるため、平日の午前は毎日、このスクエアの中央の広場で、 多くの人々が対極拳を踊っている。2011年11月17日、ホーリースクエアでウォール街を占拠せよ、運動の一環の抗議運動が行われた。これは、ズコッティ公園から強制退去させられた抗議者たちが、この場所に移ってきたためであった。十数の異なる組合のメンバーを含む何千人が集会に参加した。ありがとうございます。